君たちは幽霊の話を聞いたことがあるね。それは幽霊好きな大人たちが作った怪談の場合もあるだろうし、ひょっとすると恐ろしい事件の最初の1ページの場合もある。血も凍るような恐ろしい事件の。先生に叱られたんだろう。大人は嫌いだ。自分たちで言いふらしたくせに僕の話を聞いて笑うんだ。幽霊の話か、ゆうべの。ドル、嘘じゃないんだろうな。嘘じゃないよ、聞いたでしょ。幽霊の鳴き声を録音したテープ、蘭の花の幽霊。あれは女の泣き声だよ。きっと何か悲しいことがあって温室で泣いてたんだ。ねえ、帰るよ僕。僕も帰る。また洋服引っ張られるじゃないだもん。行こう。うん。誰かいるのか？ご苦労様です。どうも。おとりさん。トルどうした？僕たちの話を聞いて、それで
バックの踊りです。ご苦労さんです。とうとう地球に入り込んだな。隊長。ゲン、気をつけろ。恐ろしい奴が地球に来た。アトラー星人だ。アトラー星人。恐怖の星アトラ、死の星アトラ。アトラー星人のために全滅した惑星を俺は見た。隊長。その惑星の生物は全て老細工のようになって死んでいた。それだけじゃない。奴らは前に一度地球に近づいたことがある。地球防衛隊の隊員たちが奴らを追跡したんだ。追跡した隊員たちは。隊長。全員蝋人形のような死体になって地球に帰ってきた。隊長、必ずアトラー星人をやっつけてみせます。必ず。大変な敵だとゲン。はい。今までの技ではアトラー星人を倒すことはできん。それどころかレオが。隊長、行ってください。隊長。レオが蝋人形のようになって死ぬようなことがあるかもしれない。今までの技ではアトラー星人は倒れない。それどころか蝋人形のようになってレオが死ぬ。レオが。頼むぞ。決してお前一人死なせない。決して。隊長、トール君から例のテープを借りてきました。うん。間違いない。アトラー星人だ。この音は？アトラー星人の呼吸する音だ。呼吸ですか？うん。空気のないアトラー星から地球へ来るとアトラー星人は隊長、何でしょう？怪しい光点が。位置は？はい、東京 BX1021 地区です。よし。テープと同じような声が。ここ友達のマンション。友達が旅行中なの。それで留守を頼まれて。来たわこの部屋に。もしもし、このマンションで何か大変なことが起こってるわ。アトラ星人だ。隠れるんだ。鍵のかかるとこならどこでもいい。うん。どんなことがあっても声を出すな。
マンションの場所は。うん、分かった。窓の外から覗いていたらば、隣の部屋の人はきっと殺されたんだわ。隣だけじゃない、何度も悲鳴が聞こえたわ。ひょっとしたら、モーさん出ちゃいけない。でもモーさんダメだ。マッキー3号、マッキー3号。こちらマッキー3号。彼女は無事です。しかしマンションの人たちは。成人の光を受けるな。老人形のようにやって死ぬぞ。しかし隊長、待てけ。しかしこうしてる間にも町人の人たちはあの光を浴びて殺されてるんです。ゲイ待て。変身することができなくなった諸星ダンの命を懸けた最後の武器ウルトラ念力がアトラー星人の恐怖の光を封じた。レオ、今だ。
えよ。町の人はみんな殺されたんですか？くそ。マクンブ。マクンブ。こちらマクンブ。諸星だ。隊長。状況は？はい。成人は東京 BX218 地区で姿を消しました。付近の住民は全員避難しました。よし、わかった。どうして逃げないんだ。どうしたんだ。政治をやっつけるんだ。何？あの政治、マサオ軍の犬たちをみんな殺してしまったんだ。だからマサオ軍と二人で政治をやっつけるんだ。師匠、俺はやめたんだ。ゲン、戦いはまだ終わっていない。しかし隊長、バカ。しかし僕にアトラー星人を倒す力も技もない。僕には倒せない。俺たちがやらなければ誰がやるんだ。誰が、誰がやるんだ。隊長、はい。
ケットだ。発射発射。奴の弱点は胸だ。胸の花を狙え。アトラー星人は倒れた。しかしレオ、宇宙にはまだまだ恐ろしい敵がいる。頑張れ、ウルトラマンレオ。満月の夜、狼の遠吠えとともに若い女性が次々に襲われるという怪奇な事件が続いた。そんなある日、たけしの恋人サイコにも現に手傷を負わされたウルフ星人の魔の手、巨大化して暴れ回るウルフ星人を倒せ。頑張れゲン、急げレオ。さあみんなで見よう。